言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです、日曜日の22時35分ですが、急遽ね、情報入ったんで、これは言っておかなきゃなと思って、ただ行ったところでどのぐらいの人に見てもらえるかわかんないですけどね。いや、これは急すぎるなと思ってね。1月29日月曜日、朝の5時50分ですね。本当にあと何時間だって話だけど、ね。で、日本テレビ系 ZIP、はい、ZIP はね、BE:FIRSTもとてもお世話になっておりまして、ありがたい番組でございますよ。こちらのショービズコーナー内発掘に、エディーボーイインタビュー出演。おめでとうございます、エディ。ということなんですよ。で、ZIP の公式の方で、1時間前に上がってて、いや、いいですね。なんか他にもたくさんの人が出るわけですよ。たくさん芸能人の名前が書いてあって、竹内涼真さんとかね、中条あやみさんだったりとかね、で、新しい学校のリーダーズもそうだし、菅田将暉さんの MV とかもろもろあって、で、いろいろな人たちの中で、TikTok5 週連続1、エディーボーイインタビューっていう形で、エディ君の写真があります。で、ZIP の文字が入っている宝箱の横にいますね。いや、でもなんか本当にすごいことになってきたなって思います。ね、まさかこんなことになると思ってなかったですけど、っていう形で本当急遽の情報でございまして、一応ね、録画予約私はしました。仕事なんで5時50分あたりですから、まあ仕事の準備して出かけようとしてる時間帯でしょうね。はい。っていうことで、まずこれがあります。見られる方はぜひという感じです。いや、ZIP とか情報番組系は、TVer とかで見れないですからね。これしょうがないですよ。はい。ということです。私もおそらく見れると思うので、感想も言うつもりです。続きまして、レオくんの話になります。まあ、レオくんはね、月曜日ですから、まあ、前も言いましたが、ラビット月曜日出演ですよ。で、ゴールデンラビットでは、年末のね、月曜日のなすなかにしさんの、なすさんが確かお休みをした関係で、月曜日のチームに行ったというところです。レオくん、木曜ラビットのイメージが強いですからね、そっちの感じのイメージもありますが、まあ、ただ、いろんなところに行って、それこそサブスクアーティスト的な感じになっておりますけれども、はい、昨日ね、サブスクアーティストがトレンド入りしてましたけど、どう考えてもレオくんの話っていうことでね、っていうことなんですけど、丸山桂里奈さんが月曜日のレギュラーの方で、ツイッターで X でレオくん出るんだって言って嬉しそうにしておりました。非常にありがたいと思います。私たちとしてもね、ゴールデンラビットでっていう形で、レオくんのジェントルマンなところがね、非常に目立ったゴールデンラビットでしたが、あれ、宮舘涼太さんね、スノーマンの、なんかね、カメラで映るときに、レオくんがちょっとかがんでいるところがあったらしいんですけどね、宮舘さんを映すために自分がこう下がったみたいなところもあったそうでございますよ。はい、ということで、宮舘さんもね、今ドラマで出てまして、私もそのドラマ見てますけども、なんかそんな感じでございました。まあ、レオくんもね、この間寸劇ではあったけどね、刑事ドラマ的な感じの役割やってたからね、あの感じちょっといいなって思ったりなんかして、はい、まあ、月曜ラビットの話です。で、TVerで見れるんであれですけども、夜明けのラビットっていうのが土曜日にやってますね。コメントでもいただきましたが、実は総集編をやっていて、土曜日にね、総集編なんですけれども、アフタートークっていうのも月曜日から金曜日まででやっていて、当然、レオくんが出た回は、そのレオくんゲストも交えた状態で、アフタートークをするんですね。で、木曜日の回が、結構月曜日とか金曜日のラビットメンバーが飲み会をやったりとかパーティーやったりするっていう感じのところがあるけど、木曜日やってないよねみたいな感じの話があったんですね。で、幹事をする人がいないからっていう話で、じゃあ幹事をね、やりますって感じで、それで、立候補した芸人さんがいまして、で、そこに対してのいろんな話で、まあ、まずグループラインを作りましょうみたいな感じのところで、で、レオくんが背負いすぎですみたいな感じでいたりとかね、優しさが垣間見えるっていうところとね、っていうところなんですけど、ただなんかね、そこでと思ったのが、もう完全にレオくん木曜ラビットの人になってるなっていうか、レギュラーメンバーではないんですけど、もうレギュラー的な感じでそこにいるなって思ったりするけど、まあただね、木曜に絶対出れるってわけじゃないから、レギュラーっていうのは無理なんだと思います。やっぱりアーティストとしての活動がメインっていうところはありますからね。うん、まあ、わかんないですけど、まあ、わかんなくはないか。まあ、りょうきくんもね、朝ドラがあるからね、それも含めて、まあ、レオくんもね、そうなってくると、っていうところもあって、まあ、ここ最近本当にレオくん、りょうきくんの話ばっかりしてる気がしますが、こればっかりは仕方がないです。二人がソロ仕事が多いので、
で、どなたかが X でつぶやいてらっしゃいましたが、まあ、これもいろんな意見あると思いますけど、ビジュアル担当メンバー2人がテレビにガンガン出まくるのは、もう新規の方どんどん来ることになるからすごく良かったって言ってた。もう、まあ、ビジュアルメンバーといっても7人が7人全員ビジュアルメンバーで、7人が7人全員が実力派メンバーでございますがね。まあ、ということはあらかじめお断りしておきますけども、まあでもね、確かにレオくん、リョウキくんかっこいいのでね、っていうところでございますよ。はい。まあ、夜明けのラビットもね、TVer で見れるんで、木曜日のやつ見ていただけるといいかなと思います。月曜日から金曜日までのやつを総集編で見ることもできるんで、ラビット全部見るのは難しいよって方も、夜明けのラビットだったら結構まとめて見ることできますね。で、レオくんが出てる回には、レオくんのアフタートーク参加したりもするから、そういうのも嬉しいなと思っています。はい。で、りょうきくんの話もちょっとさっきしましたが、りょうきくん話もあります。クランクアップしましたみたいな感じで、今朝ね、インスタに投稿してまして、なんかの作品を撮っていらっしゃったんだなと思いまして、でも、クランクアップってことは、確か1月の8日か9日あたりにクランクインって書いてあって、確かね。で、まあ、大体2、3週間くらいでクランクアップっていうことで、まあ、実際ね、連続ドラマに何話か出る感じであるのか、それともスペシャルドラマ的な感じで、ね、前の NHK のセリのおじさんとその娘の時みたいにスペシャルドラマで出ていたのかとか、もろもろいろいろとこうね、話もありますけど、ただ実はあれなんですよね、ストーンズのラジオを聞いていた時に田中樹さんが4月度のドラマにまあ、連続出演をするっていう話 で、そのドラマを撮っていたのが去年の9月10月ぐらいだって話だったりしたんで、だドラマっていうのは半年後とかね、そのぐらいにやったりもするんで、だからまあそういうのもあるのかなと思うんですけど、まあ行ってきますって書いてあって、空港の画像があって行ってきますって書いてあってね、うん、あ、またなんかやるんだって思ったんですね。ってことはね、春ドラなのか夏ドラなのかとかになりますかね、わかんないですけどね。そう、行ってきますって書いてありました。忙しすぎるだろうって思ってね、本当体調注意してほしいなと思います。まあ、行ってきますっていうのがなんか単純にちょっとお休みクランクアップしたからちょっとお休みいただいて、それでね、そんな感じだったらいいんですけど、てかそろそろKアリーナのツアーあるから、そんなに長い間行ってらんないから、ここでもしドラマの撮影とかしてるんだったらむちゃくちゃ忙しいなと思ったりしますけどね。まあ、どうなんでしょう。まあ、ほんとそればっかりは分かんないんで。ね。あとね、これね、どうしてもね、もう、これがオタクの良くないとこなんですけど、空港のね、画像じゃないですか。桜井翔くんのね、ドラマ、新空港選挙なんですよ。行ってきますって書いて、なんかもしかして後半の方で出たりすんのかいなんて思ったり。まあ、ただそれはないかな。普通に考えて、今、もう放映されている、ドラマだから、それはもうその段階で新しく撮るってことはないでしょうっていうね、そういうことですよ。まあそれはさすがにないんだけどね、うん、でもなんか空港が映った時にあれ新空港選挙かななんて一瞬思ったことはね、ちょっとありますけどね。まあ違うでしょう、さすがにだと思います。うん、まあ空港が映ってて全然新空港選挙とは違う感じの何かしらのねドラマかもしれないですから、あ、スマイルアゲインでジュノンくん主演のドラマやるんじゃないですかね、なんつって。はい。まあ、そんなこと思いました。空港というとね、私たちベスティとしては、スマイルアゲインの MV でね、思うところありますけどね、なんつってね。はい。ってことで考えました。まあ、りょうきくん、まあ、新空港選挙は冗談だとしても、なんかしらまたやるっぽいっすね。うん。多分ね。うん。まあ、本当に体調だけは気をつけてほしいなと思います。まあ、BE:FIRSTメンバー全員がそうだけど、まあ、りょうきくんとレオくんは特にだね。うん、本当に、だと思います。しかも、レオくん、りょうきくん、二人ともね、まとめ役にもなるし、実は繊細な人たちだから、そこも含めて、うん、本当にいろいろと体調気をつけてほしいなと思いますよ。はい。という感じでございました。はい、エディくんのね、ZIP の出演、5時50分ぐらいからっていう話で、あったので、それ ZIP の公式のやつ貼っておきますから、はい、あ、5時50分あたりっていうか、ショービズコーナー内発掘だから5時50分がどうか分かりませんが、で、レオくんの話、月曜ラビットと、あと TVer で上がってる夜明けのラビット、あとりょうきくん何かしらまたやるみたいだなっていうことですね。はい、はい、じゃあ急遽でございましたが、ラジオ発信で失礼いたしました。
はい、では私はいろんな動画を撮っていますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。では失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。